チキンラーメンは日清食品が販売しているインスタントラーメンの銘柄。親会社である日清食品ホールディングスの登録商標日清チキンラーメンとも言う商業的に成功した即席麺の最初の事例である袋入りインスタントラーメンで調理方法は丼などの容器に入れてお湯をかけ蓋をするか密閉するだけである。容器を別に用意する必要がある他は カップ麺とほぼ同様の調理方法で必ずしも鍋で煮る必要がない点が他の袋入りインスタントラーメンと大きく異なる。もう一つの特徴は麺自体につけられた味がお湯に溶けてスープの役割を果たすことである。そのため粉末スープ袋などの別点がなくお湯をかけないまま食べることも可能である。中央にやや大きめの凹みがついた味付け麺。 湯を入れることで麺からスープが染み出して湯がスープになる具は入っておらず他のインスタントラーメンにあるようなスープや具などの小袋類はない日清食品創業者の安藤桃福が太平洋戦争終戦直後の大阪梅田の闇市でラーメン屋台に並ぶ行列を見てもっと手軽にラーメンをと開発したチキンラーメンは安藤が 大阪府池田市の自宅の敷地内に建てた研究小屋で試行錯誤した末に生まれた。ある日、妻が作っていた天ぷらを見た印象や食感をヒントに油の熱で乾かすことを思いつき採用した。池田市にある安藤桃福発明記念館大阪池田にはチキンラーメンを開発した作業小屋が復元、展示されている。また、日清食品が チキンラーメン60周年記念として2017年10月から営業を始めたチキンラーメン屋台はこの研究小屋をイメージして制作した。チキンラーメンのチキンは鳥を意味する英語チキンであるが本商品のローマ字表記は日本語でチキンと綴られている。卵と刻みネギで調理した冷袋を開けて取り出した乾燥麺を丼などの食器に入れ熱湯をかけて蓋をする。 おおよそ3分間待てば食べられる。熱湯を沸かした鍋で直接煮込めば1分強で食べられる。具材は入っていない。右の写真のように、くぼみを上にして、麺を丼に入れ、くぼみの上に生卵を乗せて、湯をかけ、刻みネギを入れる調理例がパッケージに印刷されている。開発者の桃福は、美味しく食べるコツは、ちゃんと蓋を閉めて、きっちり3分待ち。 よくかき混ぜてから食べることと語っている。調理しなくても、多少塩辛いがそのままかじったり、砕いて米飯にかけたり、スープの具にしたりして食べることも可能。麺に含まれるデンプン質は、加熱によってアルファ化されているため消化吸収上は問題なく、非常食としても有用。一方で様々な具や調味料を足したり、焼きそばや、つば飯のように料理したりすることもできる。 こうしたレシピはチキンラーメンのブランドサイトや書籍365日チキンラーメンの本でも紹介されている袋麺一食あたり合成保存料、合成着色料は使用しておりませんという表示ありほか2008年チキンラーメンの発売50周年を記念して各国オリジナルのチキンラーメンが発売された地域に合わせて現地製造されているが袋のデザインは ほぼ同じで上部のエビ茶とオレンジジロのストライプが使われている。2019年5月現在過去、ひよこちゃんと呼ばれるキャラクターの宣伝車チキンラーメンの車体広告を採用した長崎電気軌動1500系電車。ありがとうございます。